はい、こんにちは。JR 大阪から神戸線で一駅、塚本にあるステーキ天一。大阪で一番うまいステーキ屋さんと評判だそうです。サーロインステーキ 300g 4800円をいただきました。こうソースが不思議なこう柔らかい甘さがあって、お肉も美味しかったですし、この網焼きステーキたたきなど他のメニューも試したいなと、すぐ隣の飲み屋さんで、チーズ盛り合わせとワインをいただきました。あと梅田に帰ってきて、まあいつものお店で、魔王たらふく飲んで、もうぐちゃぐちゃに酔っ払って、まあいつも通りですね。このステーキ天一にも行きたいですし、塚本って駅が楽しかったんで、また行きたいなぁと。というわけで、買い物に行く気力もなく、このするカベルネソービニオンビシクレタレゼルバ。鮮烈なカシスやブルーベリー、チェリーなどの香りと、わずかなトースト香が感じられるエレガントで深い味わいのワインです。ボディ、フルボディ、合う料理、サーロインステーキ、熟成したチーズ、パスタなど。はい、チャリのカベルネです。アスパラガスは業スーで売っている、これです。で、これはロルフのチーズです。そら、これは、すきっぱらにワインが、胃が熱い。力強く重い系で、かといってそのタンニンのえぐみがそんなにないんで飲みやすい、美味しい。うん、これはうまいな。うん、後から鼻に抜ける感じが、なるほどね。うん、これは美味しいワインだな。500円では買えないけれども1000円でお釣りが来るぐらい。うん、3000円のワイン、芸能人格付けチェックなんかでこういうワイン出されると難しいんですよね。その高くて高級で香りの良い酸味のあるワインに比べると力強さがあるんで、並んだ時にこの重い感じがいいワインだと思っちゃうんですよね。あの番組いつもその同じカベルネで高いワインと比べたらいいのに、安いカベルネと高いピノノワールで比べたりするから、
答える人かわいそうだなと思っていつも見てます。超高級ワインと騙されますよね、こういうの。まあ1000円未満で買えてめっちゃ美味しいってことを言いたいです。はい、もう十分湯煎はしてます。KDDI さんの優待の、アルポルト片岡博之監修、黒トリュフソースハンバーグ、黒トリュフソースハンバーグ、お肉は牛肉のみを使用、オーブンで蒸気を含ませながらふっくら焼いたハンバーグを赤ワインやバターミルポアペーストを煮詰め、最後に黒トリュフを加えた芳醇なソースで仕上げました。あふれる肉汁とソースが絡み合う贅沢な味わいのハンバーグです。 KDDI さん、来年優待どうなるんでしょうね。これはどうしたら賢いんだろう。どうしたら賢く食べれるんだろう。15、6分湯煎しろって書いてました。あっち。あ、べちゃって なってないんで、私の場合には上手にできてるかな。黒トリュフハンバーグ、香りはほう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 、そんなにトリュフがうるさくないな。これ冷凍から湯煎なんで。はい、いただきます。 KDDI さんの優待です。うまっ。これはうまい。ソースもうまいけど、肉の弾力、食感、うまっ。昨日大阪市のステーキ屋さんに行ったのに、このすごいシェフ監修っていうのも、あ、これうまい、買いたい、ググろう。あ、これあと3つあるんだよ。うまい。うん。あ、あら美味しいと思ってちょっと味見のつもりが何口か飲んじゃった。このワインも、あ、全然格上がった。肉に合う。え、薄やん。
うん。ハンバーグもソースもうまいし、ワインが肉を合わせると華やかさが増すって言ったらいいんかな。うん。あ、これめっちゃいい。ただいただいていた時と肉に合わせてこんなに変わるか。うわ、クオリティ高い、このワイン。美味しいと思っていただいてたけど、もう、別物。美味しいワインが、めちゃくちゃいいワインに化けた。あ、さっきも言いましたけど、格付けチェックで、こういうワイン出されると、いや、これ良すぎるわ。うん。あ、試してほしい。これを単品で飲むのと、肉口に入れて、このワインいただくので、別物。よくお酒って、食事で印象変わるみたいなことを言ってますけど、この差は如実。この感動伝わってます？ではでは。追記。このソース美味しいんですけど、そこまでトリュフを感じなかったんですよ、香りとして。チーズにかけると、トリュフがブワッと広がる。この、肉の時にはそんなに感じなかったトリュフが、うわぁ、これめっちゃうまいわ。